よいしょ。皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は8月の28日土曜日ですね。土曜日ということで、土曜日のソニカは後ほどお送りしたいと思うんですが、実は前々回の動画かな、コメントをいただきましてですね、エアコンについての検証をやってみてくださいませんかという、コメントがありましたので、実はですね、10時半ぐらいから今日の午前中から今、今1時14分ですけども、この時間に至るまでいろいろ検証してみたので、その結果を報告したいと思います。で、どういう検証かというとですね、先日ソニカのエアコンのメンテナンスをしました。コンプレッサーのシャフトにグリスアップ、それからエアコンのコンデンサーを、柔らかく水洗いしたということだったんですけども、ソニカのエアコンの現状がどうかというとですね、まあよく冷える方だとは思います。かつですね、かつというか、じゃあ何が問題あるかというと、渋滞とかですね、もうずっと停止しているような時、駐車場でエアコンかけっぱなしにするみたいな、いう時に、徐々に生ぬるくなってきてしまう状況があるということで、そのためにですね、多少ともそれを改善するのには、ボンネットを半開きにしたら、効果があるんじゃないでしょうかっていう話があるので、ぜひ検証をということだったんですね。でやってみました。で実際過去にも私やったことあるんですよ。でこの車のみならず、以前のとかミラバンとかですね、それ以前の車でもやったことがあるんですけども、まあ、どういうふうなことをやったかというと、駐車場とかですね、渋滞だけってことではなくて、今走っているような街中の走りで、かつ今日土曜日でしたので結構街道割と混んでまして、こういう風にずっと渋滞気味にっていうのも多かったです、この時間に至るまで。でそんな中で、まあ15分刻みぐらいで開けたり閉めたりこうしてみて、30分刻みぐらいで開けたり閉めたりしてみて、じゃあ開けた方がいいのか閉めたがいいのかっていうところが、まあ、結論だと思うんですけど、それをやってみたという話ですね。で結果からいくとですね、ソニカに関しては大して変わらない。確かに、先ほど最後今発車してきて駐車場から出てきましたけども、駐車場でちょっとやってみたんですけど、駐車場でずっと止まっているような状態ですと、まあ、ボンネットを半開きにしてた方がやや冷えるような気はしますね。ただしこれもずっと止まりっぱなし、もう1時間も2時間もそこにいなきゃいけないというような状況の時には、車の負担ということも考えて多少は効果があるのかもしれないですけども、そこまでこの冷え方に差はなかったですね。でそこに至るまでの渋滞、街中こういろんな状況で若干風が当たるぐらい、でもすぐ止まってしまうような状況、もう本当に皆さんが街中で土日に走ってらっしゃるような状況ですよね。において結論からすると、まあ、大差ないなっていう感じです。なので、まあ、効果があるとしたらですね、そこにとにかくずっと留まっていなきゃいけない状態の時には半開きもしくはフルオープンが、いい場合もあるかなとは思います。ただそこまでやっぱり車やわにできてはいないので、閉めっぱなしでも問題ないんじゃないかなと思います。でそれでもエアコンの効きが気になるということであれば、やっぱりエアコンの基本的な、メンテナンスというか確認をするべきなのかなと思いますね。私の場合で言うと、走ってる分にはよく冷えると、ただし、完全に止まってしまうと徐々にぬるくなってしまうということであれば、やはり考えられるのは、
コンデンサーを空気を引っ張って冷やしている、電動ファンのファンモーターがやっぱり、新車の時に比べるとちょっとパワーが落ちているのかもしれないですね。なので私がやるとしたら、まあ、ボンネットの半開きで、走るというよりは電動ファンモーターとかですね、やってくださるところがちょっと見つかれば、コンプレッサーのオイル交換ですとか、エアコンの配管の、クリーニングですよね、っていう結論になりました。あの前回のソニカ のエアコンメンテナンスからはですね、もうこうやって走ってると寒いぐらいに冷えるんですよね。ですね、今日はテストのために、温度設定は25度固定で、オートではなくてバーを4本立ててます。風量バーを4本のところでこの固定でずっと走ってるんですけれども、今現在ちょっと寒いぐらいですね。テストじゃなければもう3、2というふうにバーを減らしていきたいところなんですけど、まあ、よく冷えてはいると思います。なのでもしあのこういうふうに停車時とかですね、駐車場でエアコンの効き換えどうしても悪いという方は、やっぱエアコンそのもののメンテナンスの方を進めた方がきっと多分あの費用対効果は大きいのかなというふうに思います。といった感じでしょうかね。ただ以前の動画でお送りしたように熱害対策としては、ボンネットの中にある熱で傷みやすいパーツ類をできるだけ長く、壊れないように、パキ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 折れちゃいますからね、乗るためにはボンネットを走行後にボンネットは開けて風を通してあげるっていうのは、それが仮に2分でも3分でも結構違うのかなっていうふうには思っているんですけどね。まあ、エアコンとはちょっと直接関係ないですけれども、はい、ということで、今日の話題は検証ボンネットの半開きでした。まあ、今日だけでね確定的な話はできないので、また後日ちょっとこういう機械停車しているような機械があればそこでまたやってみたいと思いますけどね。一旦は、こういう風な検証になりました。いかがでしょうか。それでは皆さん、土曜日ですので土曜日のソニカでまたお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。暑いんで皆さんご自愛を。